はいがとうごこんにちは。ぜひこれそれでは今回なんですけども、PayPay ペイペイ最大20%還元、1日限定の PayPay ペイペイ感謝デーということで、今回は PayPay ペイペイで1日限定でかなり熱いキャンペーンが開催されるということと、それと同時に発表された航空音ペイに関するキャンペーンもありましたので、それも含めて大きく2つに分けて情報をシェアしていこうと思います。 はい、ということで、早速一つ目ですね、1日限定ペイペイ感謝デーということで、なんと10月の5日土曜日のみなんですが、激アツなキャンペーンですね。もうここにも出てる通り、店頭でのペイペイ支払いで最大20%還元されるということと、あとは50回に1回の確率でなんと10万円相当までが戻ってくる、まあ、ちょっとペイペイチャンスっぽいものがあるんですよね。時間帯特に関係なしに、その日の0時から23時59分まで、もう1日10分、 とといいうことになっています次に還元率などですが、こちらですね、ご覧の通り10月からのキャッシュレス消費者還元で付与されるプラスアルファ、PayPay ペイペイが還元してくれるということですね。それぞれお伝えしていこうと思うんですけども、まず見てほしいのは、例えば青い星マークのところなんですけども、消費者還元ではないお店の場合は20%、そして Yahoo ーカードの場合は19%還元ということですね。 次に消費者還元事業のお店の場合なんですけども、まず PayPay ペイペイ残高の場合だと、消費者還元の加盟店が5%のお店で5、5%プラス PayPay ペイペイ残高の15%、これが加わって20%還元ということになります。そして消費者還元の加盟店が2%還元の場合は2、2%プラス18%で合計20%ということですね。まあヤフーカードの場合は下にも出てる通りということになっています。 そして、付与上限なんですが、消費者還元補助に関しては月に2万5000円まで、そして、本キャンペーン分って書いてるところは、まあ、1回に1000円相当まで、そして、1日に5000円相当までということですね。 そして特に名称はなかったんですけども、この PayPay ペイペイチャンスっぽいキャンペーンは確率としたら50回に1回に最大で10万円もらえるということですね。こちらは PayPay ペイペイ残高、そして Yahoo ーカードであれば対象になりますが、その他のクレジットカードの場合は対象外となりますのでお気をつけください。ちなみにこのキャンペーンの注意点なんですが、PayPay ペイペイのオンライン決済、PayPay ペイペイの請求書払いでの支払い、そしてソフトバンクや Y モバイルの携帯電話のお支払いなどに関してはキャンペーンの対象外となってますのでお気をつけください。 そして、その他の注意点に関しては公式ページもぜひです、ね、ご確認してみてください。そして先ほど冒頭にもお伝えした2つ目のキャンペーンも同時に発表がありましてそれがこちらなんですけども4週連続航空オンアプリの ペイペイ残高払いで100円以上のコカ・コーラ社製品を買うと毎週100円相当が戻ってくるキャンペーンということですねなんとですね以前僕の動画でも紹介したコカ・コーラの自販機の航空音ペイなんですがそれが10月1日からなんとペイペイに対応するということになりました以前はちょっと LINE ペイとか使えてたんですけどとうとうペイペイも使えるということですね、まあ、それと別の日にはなるんですが今回のキャンペーンが開催されますちなみに航空音ペイっていうのはコカ・コーラ社が提供するアプリ なんですがコカ・コーラ社製の自動販売機でこのアプリを使えば現金を使わずスマホで決済ができるという便利なアプリのことですね。 このキャンペーンの詳細なんですが、期間は10月の7日から11月の3日まで実施されて、4週連続ではありますが、100円以上のコカ・コーラ社製品をコークオンの自販機で購入すると、毎週100円相当が戻ってきます。なので、もうすぐ終わるセブンイレブンの3社合同キャンペーンの、今回はコカ・コーラの自販機バージョンということで置き換えるとわかりやすいかと思います。 ちなみにボーナス付与については支払い完了後に即時還元されるということになります。即時還元って結構いいですよね。念のため、ざっとですね、高校音符についての流れをお伝えすると、 航空音ペイのアプリをまずインストールして、アカウント登録した後に PayPay も登録します。そして航空音対応の自販機を探して、あとは自販機で航空音ペイで決済して完了という流れになります。以前僕も航空音ペイに LINE ペイを登録して使いましたが、まだ対応している自販機がちょっと少なめだったので、そこに関してはちょっと注意が必要ですね。ということで今回は1日限定 PayPay 感謝デーと航空音ペイで毎週100円相当が戻ってくるキャンペーンについてお伝えしました。まあ1日限定ではありますが、 今ではちょっと懐かしくなっている20%還元そしてちょっとした PayPay チャンスっぽいものが開催されるので、まあ、この日はもうかお買い物必須という感じですね。 まあ、航空運転に関しては10月の7日までに事前にアプリをインストールして登録しておく方がスムーズに使えると思います。まあ、一応忘れないように毎週まとめてる日曜日の20時の動画でもリマインドする予定です。そして今回お伝えしたキャンペーンのリンクも下の概要欄に載っておきますので気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。